ンケート調査をやりながら、無理がない、ということであればですよ、新年度から、順次導入していくということかなと思ってます、愛知県の大村知事は今日の会見で、職員の総労働時間を変えずに週休3日の勤務が選択できるフレックスタイム制度の導入を検討していると明らかにしました。職員の健康維持に加え、効率や職場環境の魅力を向上させることが狙いです。県によるとフレックスタイムには職員の9割程度が賛成していて、導入時期は来年度中を目指しているということです。